最大寺駅は、岡山県岡山市東区最大寺上2丁目にある、西日本旅客鉄道和光線の駅である。駅番号は、JRN06、岡山市東区最大寺地区の中心駅。ホーム端式、島式の複合型2面3線のホームを持ち、列車交換や折り返しが可能な地上駅。北側が島式である。ホームには、 古泉橋につながるエレベーターも設置され、車椅子でも利用可能、移行か利用可能駅。岡山地区の阿古先端独駅では唯一、開閉式の自動改札機設置駅で、LED 式発車表も設置されている。また番州阿古駅と並び、阿古線内では数少ない直営駅となっている。1990年代までは管理駅だったが、現在は、 東岡山駅が当駅を管理し、地区駅として位置づけられている。駅舎内には、お土産等も取り扱う駅売り店が設置されていたが、2017年に、閉店し自動販売機コーナーへ改装された。トイレは改札内に、男女別の推薦式がある。かつては改札外にも、男女別の推薦式便所があった。2003年に車椅子対応の多目的トイレも、 新設された。停車列車が主に使う下り本線は1番乗り場、上り本線は2番乗り場である。上下副本線である3番乗り場は日中の半数などに設定されている。岡山方面からの当駅折り返し列車が使用する。最大次開業の日は岡山駅当駅間の臨時列車が運転される。駅スタンプは日本三大記載最大時の裸祭り。 駅のロータリーにある最大次回費の銅像1日の平均乗車辞任は以下の通りである。ありがとうございます。